こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフレンチベリー。綺麗なスタートを切りました。ドリームウェル前に行きそうです。フレンチベリー、それに続いています。さらにはライトフルーヴ、7番ムービーチャイルド、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはムービーチャイルド、並んで9番ガルフセレナード、その外にゴールドテキサス、その隣にライトフルーヴ、スペシャルウィーク、後位をキープ。ピンクの帽子ペルシアンドーム、その後ろその外にサラトガコール、並んで3番タイムリーキャロル、黒の帽子グレーカウンター、その後ろ。では前の方から見てみましょう。ガルフセレナード先手を取りました。その外からライトフルーヴ、並んで10番ポールドテキサス、ロイヤルアンセム、この馬もこのグループ。すぐ隣にペルシアンドーム、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からガルフセレナード先手を取りました。その横にライトフルーヴ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここでライトフルーヴ先頭に変わりました。ロイヤルアンセム、ほとんど差がありません。ガルフセレナード3番手、スペシャルウィーク、いい位置です。先頭を捉えにかかります。さあ先頭に立ったのはロイヤルアンセム、スペシャルウィーク先頭、残り 200m、 スペシャルウィーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スペシャルウィーク先頭、2番手はサラトガコール、先頭はスペシャルウィーク、1着でゴールイン、スペシャルウィーク1着、2着はドリームウェル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭はエアフォース先頭、2番手はパールスズラン、懸命に追いすがります。三輪武秀いっぱいになった。エアフォース先頭、あと 200m、 エアフォース先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。三輪武秀さらに突き放します。三輪武秀もう一伸び、先頭は三輪武秀、1着でゴールイン。三輪武秀1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。三輪武秀さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭変わりました。先頭はエルコンドルパサ先頭、2番手はビッグブレイブ、懸命に追いすがります。あと 200m、 エルコンドルパサ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はビッグブレイブ、エルコンドルパサ今ゴールイン。段違いの強さです。エルコンドルパサ1着、2着はビッグブレイブ、これは桁外れの強さだ。エルコンドルパサ。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は坂本デュラブ、マイネルインズ先頭、2番手はエトワールチェスト、追いすがります。あと 200m、 先頭はエトワールチェスト、マイネルインズ必死に追いすがります。エトワールチェスト先頭、ノーザングルーム追いすがります。エトワールチェスト、わずかにエトワールチェスト体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はグラスワンダー、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 グラスワンダー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はマイネルラブ、グラスワンダー今ゴールイン、段違いの強さです。グラスワンダー1着、2着はマイネルラブ、グラスワンダー見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったレディクラシック、レディクラシック先頭、2番手はマイネルウィッシュ追いすがります。やはり鶴丸剛先頭だ。あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 鶴丸剛差を広げる。2番手はマイネルウィッシュ、鶴丸剛1着、鶴丸剛完勝。鶴丸剛1着、2着はマイネルウィッシュ、これは桁外れの強さだ。鶴丸剛京都競馬場、本日の第3レースの発走です。スタートしました。エアジハード、これは好スタート。磯野ブルーム、この馬も好スタートを切りました。2番エアジハード行きました。続いて磯野ブルーム、その隣にアニーエトワール、その横にアイスピース、デルタソリスト、すぐ後ろその隣にサンシャワーキッス、最後方にアルーリングカット。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。依然として先頭は
2番エアジハード。さあ先頭は依然として2番エアジハード、エアジハード、さらにリードを広げました。2番手はアニー・エトワール、磯野ブルーム3番手。さあエアジハード、このまま逃げ切れるかどうか。エアジハード先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 エアジハード先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はアニー・エトワール、エアジハード、この馬で決まりか。エアジハード独走、エアジハードぶっちぎりです。エアジハード1着、2着はアニー・エトワール、これは桁外れの強さだ。エアジハード京都競馬場では、 G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに、古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のアグネスメイト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、ソシアルソング前に行きそうです。オレンジキャッスル、それに続いています。さらにはファッションショー、3番スイートクレア、その後ろマウントシャレード、後方に控えました。もう一度先頭からソシアルソング先手を取りました。その外からファッションショー、内からはオレンジキャッスル、オリーブ彗星、そのうちに続いています。その外にアグネスメイト、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のメジロドーベル、現在馬群の中ほどにつけています。エリモシック、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはソシアルソング、その後ろにランホザドリーム、さらにはエトワールチャーム、 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からソシアルソング先手を取りました。その外にランホザドリーム。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここでアグネスメイト先頭に変わりました。2番手はソシアルソング。さあいよいよ直線の攻防、アグネスメイト先頭、ソシアルソング先頭、2番手はアグネスメイト追いすがる。あと 200m、 後続を引き離す。エリモシック、足色は衰えません。エリモシック粘る。メジロドーベル、エリモシック追いすがります。メジロドーベルサマース、1着、2着にはどうやらメジロドーベル、見事に勝ちました。サマース、メジロドーベル2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
Thank you.